どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレを使いまして、レッスン始めていこうと思います。ただいまこの初めてウクレレは Amazon にて即発送になってますんで、ぜひチェック、こんな感じでしてみてください。さあ今日も始めていきますよ。今日はですね、日本の J-POP がもうめちゃくちゃ最高に輝いていた時代の さらにその中でも一番素敵なコラボ曲、こちら奇跡の地球と書いて奇跡の星。なんと、桑田佳祐さんとあのミスターチルドレンさんのコラボ曲、夢の共演でございます。今この時代にまたこの曲を歌うっていうこの奥深さ、熱唱系の曲ですからね。これは本当はね、ハモったりするとすごく気持ちがいいんですけど、ひとまずはね、ガズレレレッスン、なるべくわかりやすくお伝えして、いや、エネルギッシュにやっていこうと思います。はい。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやります。後半は、あの独自のドライブ感、ふんわりしたようなドライブ感、あれをね、ちょっとね、いい感じで織り交ぜて、いろんなリズムを織り交ぜて、かっこいいバージョンやっております。かっこいいですよ、これも。はい。2バージョン、ぜひとも、最後までご覧になってください。さあ、皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がね、もっと最高なんです。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私、音楽ね、聞くの好きだけど、やるのね、ダメだったんで、苦手なんです。他の楽器チャレンジしたことあるんだけど、全然ダメでした、みたいな、そこの皆さん、あっという間にできるのがこのガズレレ YouTube チャンネル。どんな方でもすぐできます。はい。やってみたいなと思った方、ここにリンクありますんで、ここのリンク先に行って上から順番に動画を見ながらウクレレ触っているだけでも、ほんとすぐですかね。ここから始まりますよ。皆さん、行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、この世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、もう1800曲とか1900曲とかいうすごいレベルで、もうアップロードされております。全部レッスン動画ですからね。はい。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。こんな感じで、曲名、みんながやってみたい曲名と、スペースガズレレというふうに、YouTube の中で検索していただくとですね、きっと皆さんの好きな曲出てくると思うので、探してみてください。さあ、それではやってまいりましょう。奇跡の地球と書いて、奇跡の星。ガズレレでシンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー。Party.
の奇跡の欲しいガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。やっぱりねエネルギーも日本の J-POP のね2つのねロックの塊がこうガーンとこう合わさってるわけですから、ものすごいエネルギッシュですね。あとちょっと歌い方もですね、なんとなくちょっとこう寄せ気味でなんかやってみたりした気持ちが大事ですから、やっぱり気持ちがですね、ああいうノリはねやっぱり面白いな、そういうところも一個のね弾き語りでやるところのね醍醐味みたいなところありますんで、ちょっとこのやってみてください。はい、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。これねフルコーラスでやりたいなという方はですね、これコード進行1番と同じコードで2番の歌詞を書き込んだりするとフルコーラスでできると思います。なんですけど、まずは今のガズレレ流シンプル簡単バージョンをゆっくり練習してもらうと、ここに全ての歌の要素のところが加わってますんでね、ぜひここからやって慣れてきたらフルコーラス自分で書いてチャレンジしてみてください。はい、ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、ウクレレで練習開始してもらって、1個目のゴール設定としては簡単バージョンの今のガズレレの演奏と一緒に合わせて演奏できるようになったら、もう1個目のゴール達成でもう素晴らしいと思いますよ。はい、できるようになった方はおめでとうございます。あ、できたら、じゃあどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これがいいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはなかなか難しいですから、最初のうちは楽譜みたいなものを見て何回も何回も練習して覚えてやって、いずれ覚えちゃって大空に向かってこの曲をね歌う、こんなの素敵だと思うんですけど、でも楽譜はどこにあるんだろうということだと思うんですが、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズの手書きのノートをこのねこんな感じで手書きで書いたノートを見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いたらいいよということでシェアしようと思うんですけど、今とってもいいサービス、これが始まってます。ガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の奇跡の星を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なガズのノート楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やりたいな、この曲憧れちゃうみたいなのを選んでいただいて、それを即座にデジタルデータとしてお手元のパソコンとかタブレットとかスマホにほっとダウンロードしていただいて、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そして、ね、このガズクラブは、このね楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもう楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょう。はい、ものすごい充実しててね、でそこではね Facebook のね非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ、秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。でこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でねメンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですからお勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですねこれやってます、ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとねぜひね見てみてください。さあそれでは楽譜見ていきましょう。奇跡の地球と書いて奇跡の星、桑田佳祐&ミスターチルドレンさんの名曲。今日はここに1って書いてあるってことは、じゃーんこっちも書いてありますが、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでやらせていただいております。ここイントロなんですけど、ここね3弦の3号のフレーズって書いてある、これかっこいいバージョンではちょっとここね、余裕出てきた人はチャレンジしてほしいっていうね、パートを入れてますんでね、ちょっと後で見てみてください。ここイントロですけど、これ見て ×2 ですよ、×2 だから1,2,3,4 やったらまたこれ毎回繰り返すと、でここから歌が入ってきます。熱いことで涙、はい、こんな感じでいきます。これすごいシンプルなコード進行なんでね、この辺はねかっこよくね歌集中でね演奏できると思うんですけど、ひとまずこんな風に写しておくので、書いておくんですが、そうだ、あとこことか見てください。下にくるっと書いてあって、コードが違うコード書いてありますね。これはねかっこいいバージョンでは下のコードを弾きますよということで、ちょっとコード変わってきたりします。あとター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 とかかっこいいバージョンではこうキメっぽく弾いたりとか、ここねダウンビートって書いてあるんですけど、かっこいいバージョンでリズムが変わるよって合図だったり、いろいろこう下に書いてあるのね、かっこいいバージョンのメッセージになってます、ね、ひとまずはこんな感じで、今1番 A、 2番の A、 こんな感じでこっちが、桜井さん、こっちが桑田さんみたいな感じで、
歌っております。これ一時停止して書いてもらうください。そして練習してくださいね。でちょっとね、今紹介させてもらったガズクラブでこのガズのノートのデータそのものをダウンロードしてもらうとめちゃくちゃ有効なんですよ。ガズのノートの特徴は見て、この V マーク見てください。これでリズムなんですけど、この歌何が難しいって言葉が全部裏で入ってきます。熱いほどで涙が止まらない、わかる。このリズムが全部またいでんですよ、歌うところ。これがね、この V の字でここにリズムが入ってくるよってわかるという。あと歌詞カードの表現には出てこないこの伸ばすという文字ね。あとこのコードの書いてある位置と歌詞の書いてある位置関係でもちょっとわかりやすくなってんで、ガズのノートはかなりわかりやすいです。ガズクラブでこのノートゲットもいいと思います。時間ある方はノートを書いていってください。はい、一時停止。はい、じゃあここ B メロ。B メロからサビっちゃう。B メロからサビ。いいかな、一時停止でね、はい、ここはね、どうも、あ、ここスタッターといろいろこれね、かっこいいバージョンでこう決めが入るよということなんですけど、やっぱりね、ここは桜井さんっぽく、ここは桑田さんっぽくみたいな感じ、ここ桜井さんっぽく、ここ桑田さんっぽくみたいに歌ってみたんですけど、やっぱね、ああいうのがまたね、僕好きです。はい、すごいテンション上がるんですよね。はい、でここまで1回目のサビが来たら本来2番に行くんですけど、ここはガズレレショートカットアレンジバージョンで、この Am でこう、タタタつないで、こちらです。ここがブリッジパートになってて、ここ、ワウ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 、涙のブルース、こうやってどんどん展開していくんですけど、ここね、ちょっとよく見てもらいたいんですけど、簡単バージョンとかっこいいバージョンとコードをちょっとね、変えております。で、ここちょっとですね、よく見てもらって、ワンブロックね、これね、コード2個ずつ入ってて、結構ね、ゆったりなところなんですけど、早く感じると思うんで、ね、やってみてもらいたいんですけど、ここで CAUG ってこれ、かっこいいバージョンで、これね、コードここ違ってますからね、よく注意してください。ここの2行を伸ばして、ここは4つ引きで、みたいな感じで展開していこうと思います。はい、ここのパートをやってから、でここまたサビへ戻りますね。サビっていうのはこうさっきやった、ここのね、ここのサビをやって終わったというのが、ガズレレの、簡単ショートカットオリジナルアレンジとなっております。じゃあ出てくるコードをちょっとご案内。赤く囲ってるのは後半出てくるコードなんで、今やったシンプル簡単バージョンはこのコード8個です。言っていきます。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー、7。この今映ってる8個のコードはいっぱいあるように思うかもしれないけど、これ入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コード。これはもう覚えて皆さん。これはね、簡単コードなんです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいくらいで音楽始めたいなと思った人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のコードのグループ。10個もあると思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃ簡単だけど、いっぺんにね、ドンと覚えようと思うとね、もうごちゃごちゃになってね、頭こんがらがっちゃうんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておくんで、この URL にジャンプしてもらって、楽しくコード覚えちゃってください。今日8個出てくるんで、まあ10個のうち8個ですから、ほぼ出てくるという。いいコードを覚えるいいきっかけの曲だと思います。やってみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンのちょっと解説に入っていこうと思うんですけど、やっぱりよく聞いてくださいね。これ、YouTube を見るとですね、当時のテレビに出た映像とか、ライブ映像とか、出てきてね、かっこいいんですよね。二人がですね、なんていうのかな、こう、なんつうの、お互い楽しくこう、ぶつけ合ってる感じがすごくね、よくってですね、一曲の中でこう、一人二役みたいなのできる喜びもあるし、歌もですね、なんていうの、ハモリを本当に一人でハモれないんで、ハモりたいんですけど、じっくりこうね、聞き込んで、ニュアンスをつかみながらこう、再現していくっていうのは、これかなり楽しいと思います。おすすめです。はい、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの、こう、解説に入っていきます。かっこいいバージョンではね、コード二つ追加。一個目のコードはね、A シャープ。これちょっと難しい。一瞬出てくるんですけど、いて、ここと、ここと、ここと、ここなんですね。押さえ方としては、こうやって押さえといて、ちょいちょいと立てるか、こうやってギュッと押さえといて、こういう風にやるかとか、いろいろこの A シャープっていうのはね、なかなか難しいコード初心者がつまずいちゃうんで、この A シャープだけをめちゃくちゃ以前、わかりやすく深掘りして、初心者の方ももうめちゃめちゃもうね、すぐにわかっちゃうようなね、動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、A シャープ、よくわかんないな、難しいなという方、概要欄でね、ぜひ、A シャープの押さえ方の動画見て、やってみてください。これだったらできると思いますからね。はい、じゃあ次のコードは、こっち簡単。C、AUG と書いて、C、オーギュメントというコードで、これブリッジパートで出てくるんですけど、ここ C 押さえておいて、4弦の1フレット、これです。これがいい響き。これね、さっきとここ、さっきはここ E7 を使ったんですけど、こう、かっこいいバージョンでは C のオーギュメント、このコードを使って、ブリッジパート、ウォー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 、涙のブルースところをやってみようと思います。今日出てくるリズムなんですけど、主にね、これです、ドン。
8ビートのチャと、ダウンビートって言ってリズムがドーンと落ちるところがあるんですよね。そこはですね、参考のリズムとして16ビートのチャがすごく役立つよということでお伝えさせていただこうと思います。まあ、ひとまずは8ビートのチャと16ビートのチャ、はい、これを、使っていきます。この2つの解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、今映っている2つのそれぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされておりますので、じっくり見てですね、リズム取り組んでいきましょう。今日は8ビートのチャっていうのはね、ちょっと C を押さえてやってみると、このチャっていう音が打楽器の要素を加わって、音が3次元的になって打楽器要素が加わるからね、ドライブ感がさらに増すというかっちょいいリズムなんで、ぜひこれマスターしてください。動画でしっかり解説してますからね。はい。でですね、今日は参考にね、A メロのところでスカビートでもいいかなと思ったんですけど、ちょっとまあ8ビートのチャでノリノリでやってました。スカビートっていうのは、こんな、つっちゃつっちゃ。これでちょっと A メロやってみると、熱いことって涙か。と思ったんですけど、まあ、どっちのバランス聞いた感じだとやっぱ8ビートのチャの方が、聞いたイメージはやっぱ強かったんで8ビートのチャでやってみましたけど、もしねこれ面白いなと思ったらスカビートを A メロでやってみるのもおすすめです。スカビートのやり方もさっきのリズムいろいろのところに濃厚解説あるんで、ちょっとまあ一応参考までにここでちょっとお伝えしておきますと。じゃあちょっと全体的な曲の流れ解説していこうと思うんですけど、曲はですね皆さんめっちゃシンプルなんですよ。本当にシンプル。簡単コード、難しいコードもその出てこないし、一瞬ね、ポイントポイントで A シャープとか出てきますけどね。で、ポイントはですね、B メロで、これダウンビートというふうにカズが呼んでいるリズムがドーンと落ちる。ここのリズムなんですけど、ここはですね、16ビートのチャっていうリズムがすごく参考になるんですよ。どういうことかというと、ここは、本当は8ビートの中のこの曲なんですけど、ちょっと聞いてもらうとわかるんですけどね、2番の A メロから、じゃあ B メロに入っていきますよ。夢や希望にすがる時は過ぎた。ここの次の冷たい風にたなびく愛という名の坂を下って時をかけるさだめはブラック。今のドンツッとパンツッドツッとドンパン、リズムがドンと落ちたでしょ。その前までドンタトツッとダンドンタトツッとダンドンツッとパンツッタツッタドンパン落ちた。これをガズレレではダウンビートと呼んでて、この時の参考になるのは16ビートのチャというリズムになります。参考なんでね、あくまでもね。今見てもらうと G7 冷たい風にたなびくフラッグってこういうカルあるじゃないですか。この2ブロックで、16ビートのチャを1ブロックで考えるっていうイメージです。ちょっとややこしかったら、今これ映ってる G7 のとこだけやってみると、せーの。冷たい風にたなびくフラッグ。ここですね。じゃあ次 Am。愛という名の坂を下って、はい。このドン、ズンと、チャカツ、ダツ、ダツク、チャカタク。これが16ビットのチャというリズムに、なるということなんですけどね。参考までにこの16ビットのチャの練習しとくと、じゃあ Am で練習すると、せーの。チャってリズムなんですよ。そのままね。まあ、でそれちょっと8ビートの中の曲なんですけど、そのやり方としては16ビートのチャを応用したこのダウンビートを用いていますよということで、ここでこのどっしりしたこのリズムの変化をお楽しみください。ここがかっこいいんですよね。でその後またサビに Listen to the radio 盛り上がっていく感じ、ここがもうめちゃくちゃ気持ちいいとこなんで、ここオートロ部分です。このダウンビートからまたサビにドーンといくところ、ここがもうね気持ちよくなってください。で、その B メロの一番最後のところに A シャープが出てきますね。A シャープの後にターターター決めっぽく4つ弾きで、あえて4つ弾きでちょっとやるっていうところちょっとやってみましょう。それではこの B メロの一番最後の時をかける定めはブラックからいきます。せーの。時をかける定めはブラック。過去を巡らすメリーゴーラウンド。わかった。だんだんだ、I listen to the サビに入っていきます。はい、そしてこのサビが終わったら、一回だけこうシンコペーションが入るんですね。サビの一番最後のところで。壊れる、ノー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 、ブラダ奇跡の星。星で、ツッタリズムが前にズゴンと前に食い込んでくる。このシンコペーション、ここ一箇所。めちゃくちゃこうキーポイントのところで入ってくるんで、ちょっともう一回やってみようか。壊れる、ノー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 、ブラダ奇跡の星。はい、このツタタタタタタ
だっていうのはよく出てくるんですけど、これは一回茶を引いといて、タッ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 、次のブロックに行くよって感じ、おかずとよく言われてますが、そんなニュアンスで、雰囲気でちょっと感じ取ってください。で、その後ブリッジパートなんですけど、ここでさっき出てきた C オーギュメント出てきます。さっきの簡単バージョンとちょっと差をつけてますんで、そこのところちょっとご確認来て、演奏してみてください。繰り返しでね、結構思ったよりね、コード1ブロックに、1ブロックにコード2個なんで、結構ね、慌てちゃいがちなんですけど、曲の感じとしてはここゆっくりになるところなんで、はい、ここ結構ね、地味にですね、繰り返しでずっと頭に、今何コードなんだっけでごちゃごちゃになりやすいポイントなんで、気をつけてください。そしてですね、ちょっと余裕出てきた方に、イントロのね、ところでちょっと面白いカッティングっていうか、ファンキーなビートがあったんで、これかなり余裕出てきた人でいいですよ。これちょっと難しいんで、参考までにささっとお伝えしておきます。やってみますと、2弦の5フレットと、2弦の3フレット、これを行ったり来たりするんですけど、こんな感じ。せーの。タッタッタダダダダダッタダダダゴゴサンサンゴゴサンサンゴゴゴ。こんな感じのフレーズが入ってて、これかっこよかったんですね。ちょっとじゃあ想定してやってみます。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ゴゴサンサンゴゴサンサンゴゴゴサンサンゴゴサン。でみたいな感じですね。16ビートなんですけど、この単音で5533553、これでちょっとイントロ雰囲気再現できるんじゃないかなと思って、ちょっと慣れてきたらチャレンジとしてトライ企画としてやってみてください。これがガズレレの、かっこいいバージョンのショートカットオリジナルアレンジになっております。気持ちがいいですよ、これは。本当でも、もう一人で二人でね、こう、ハモったりなんか、交互に歌ったりなんかすると、やっぱりこの感じの、ね、奇跡の星のオリジナルバージョンっぽくなれると思うんですけど、まずはこれね、どっちにしたってお互い練習しといた方がいいと思いますからね。はい、取り組んでいきましょう。そして、忘れちゃいけないのが、この曲の持つメッセージとか力強さとか、そっちも歌詞を読み込んでですね、思いっきりこうね、心を込めて歌う。感情表現ですからね、弾き語りは。やっていきましょう。さあ、いやー、いきますよ。桑田佳祐&ミスター・チルドレンの奇跡の星、ガズレレルかっこいいバージョン。やってみる !1、2、3、4。Yeah.
桑田佳祐&ミスター・チルドレンの奇跡の星ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはですね、熱いエネルギッシュ、もうロックのね魂と、あの J-POP が一番輝いてた時だと思うんですよね。だからそこのさらにそのトップオブザトップの2人が組んだコラボ曲ということで、今あえてこの曲をです、ね、熱唱する。今ねこの時期この曲は、ね、響きますよ、世界中にねこう届けたい、このね、声高々に歌っていきましょう。はい、お知らせです。11月11日は11114つが並んで、弦4本だからガズレレの日勝手にも制定しております。もうかなりもう何年もねもう制定してから経ってんですけど、今年の11月11日は今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube にてオンラインライブ配信、誰でも参加できるオンラインライブ配信開催しますよ。夜8時半からもうパーティーですから、もうガズはですね乾杯しながら皆さんと一緒に素敵な時間をお届けしたいと思います。ぜひチャットに参加していただいてですね、いろいろやり取りしながら、そこでね11曲歌おうと思ってですね、11月11日にね11曲歌う、もっと歌うかもしれないけど、はい、それで何の曲やるかはチャットでみんなに、聞きながらやっていこうと思います。そんな楽しい時間一緒に作っていきましょう。お待ちしてますよ、 YouTube の前でよろしくお願いします。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で、売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページに、ね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。